広島県北方市議会が2024年度当初予算を修正して議決したのは地方自治法に違反するとして石丸新事前市長が同法に基づき議決の取り消しを求めた審査申し立てを22日広島県は棄却した市が予算案に市議会広報紙の発行経費を計上しなかったのに対し市議会が 発行経費199万円を追加し、議決していた。石丸氏は、22年11月発行の広報誌、議会頼りに掲載された、自身の市議会での答弁内容に虚偽があると主張。市議会が答弁の要約として訂正しなかったため、発行経費を計上しない、予算案を提出した。修正議決に対し裁議を申し立てたが、市議会は結論を維持した。 市は結果を受け入れるとしている。以下はネットユーザーの反応をまとめたものです。市が提示した予算案に市議会が勝手に項目盛り込んで可決した事案ですね。石丸市の目的はこのグレーな事案を広く一般に広めるためでしょうから、すでに作戦通りだと考えられます。議会に対しての不信感は十二分に広がっていますから。 申立てや裁判等の権利を躊躇なく駆使し最短距離で目的に向かう姿勢は素直に好感を持てます石丸さん云々ではなく予算に計上していない費用を議会が一方的に承認したことが争点こんなことが許されたら議員が何でもできてしまうその争点に対して申し立てを棄却した理由が一切報じられていない論理的に正当な 理由なののか、かか。市長が変わったたら、ええー、やろと却下したのか理由こそしっかり取材し報道すべき事項だと考える石丸氏のやることはすべて正しく石丸氏の意に沿わぬことをする者たちは愚かだという態度をとる石丸支持者がこんなにも多いとは石丸氏に不利な判決を出した裁判所石丸氏の主張を退ける決定をした広島県 石丸姿勢を否定する立場の新市長を選んだ秋田方市民過激な石丸支持者たちによる裁判所広島県秋田方市民への敵意や侮辱がヤフコメにあふれているもはや信仰心に近いものを感じゾッとする次から次へと送り込まれる石丸氏を持ち上げる動画ばかりを見ているうちにどんどん神格化が進んでしまったのかもしれない 今の石丸氏の逆境を作っている要因の一つは、石丸氏が自ら洗脳してきた共信者たちだと思います。ネットで目立っているだけなので一過性であり、絶対数は多くないと思いますが、主体的に考える習慣のない、あるいは、洗脳汚名益のない SNS 依存者に対し過大な影響を与え、過去の新興宗教の共信者と同じような社会リスクを感じます。 政治家として、何の、人助けすらしてない石丸氏が、簡単にこのような洗脳効果を得る SNS や YouTube は、主体性のない若年層を簡単に洗脳し、共振させることのできる、過去にない危ない道具と言わざるを得ません。こんな感じになるだろうと思っていた通りです。石丸氏は、秋田方氏ですべきことはやったというのだが、できることが尽きたというのが本音。 本気で動かすには、自身が理解、協力を求めないといけないが、それはできない。そして、自身の政策が進まないのは、ダメな議会のせい。しかし、議会も市民に選ばれている。そうなると、石丸氏応援者は、石丸氏の凄さ、素晴らしさを理解しない市民がダメだという。それに乗って留院下げる石丸氏。石丸氏は市民を否定する。 応援団を連れて何がしたかったかか、っの自分は素晴らしい考えがあるのにできないのはそれがわからない世の中が悪いっていう論調はまさに子供。大人になれないけど才能はある良い方向に使ってください石丸氏をむやみに優秀と持ち上げる人が多いのだがおそらく地方自治に関する法律の勉強をしたことはないだろう なぜなら、議会の答弁を聞いていても、非常に独自の見解が多く、微妙な部分についても、断定的に発言することが多い。おそらく、職員の意見などを求めたりしていなかったのだろう。きちんとした知識もないのに、断言するのを見ていると、非常に危険だと感じる。あまりに独善的だ、実際に。 裁判など争いになると必ず負けるし、現にその通りになっている。リーダーとしてはそれだけで失格だ。地方行政を少しでも経験した人は、石丸氏に対して同様の危うさを感じるはずだ。石丸氏には地方行政に関する法律について、謙虚に学ぶことを勧める。兄弟卒 三菱 UFJ 銀行というのをブランド化し、学歴、職歴史上主義が石丸氏が賢く、すべて正しいと神格化された結果でしょう。選挙前に逆にメディアが選挙ほど同じ質問していれば、有権者も石丸氏の元の部分が見えたかもしれない。少子化対策で一夫多妻をぶち上げたのには驚いた。こうしてみると、 石丸氏は裁判やら申し立てやらが決着しないまま市長を辞任していることがわかります辞任時のインタビューではやるべきことは全てやったもうやることはないとおっしゃっていたと記憶しますがこの事案にしても途中で放り出して去っているのは事実であり無責任ではないかと思わずにはいられません自分の認識する経緯を一応書いておきます石丸広報士は予算の無駄 私の発言も間違って掲載されている。廃止する。広報誌は予算に入れない。議会、必要です。発言は要約されているだけです。広報誌は今後も必要です。議会の方で予算修正しました。石丸、この予算修正は地方自治法に違反。訴える。広島県、却下します。議会。 却下を受けけ入れて広報誌は発行続けます単に子どもが強権振るったけど周りの理解や協力が得られなかっただけの話ですね正直議会側が予算の修正可決してる方が問題だと思うこれが OK だと主張の予算編成権無視して好き勝手できてしまうまあ主張の執行権で止めればいい話ではあるが 協議を持ちかけても答えない議会で、これやったら人間代表の意味ないね。市議会頼りがおかしいというのであれば訂正しろではなく、市民にその原本となる議事録を読むようにと伝えるのが筋でしょう。別にこの事案だけを取り扱う広報誌ではないのだから。棄却ということは、申し立ての理由がないという門前払いであろうが、予算の編成権は主張にあるところ、 議会が自分たちで修正して可決して主張が予算執行しなかった場合、決算不認定になる。それを、県は、是とするという判断ができないため、白黒つけずに逃げただけ。答えはないがヒントは出している。あなたたちが考えるとき、あなたたちが変えるんだ。自分が当選すると、既得権益はびっくりするから、自分を応援してほしい、皆さんの奮起を期待します。 すごいよな。自分の思想の無さが共鳴しているのかもね。誰か、何とかして、今日のゴンもし、石丸前市長の市長が通っていたなら議会は、不要ということになる。なのでこの決定は至極当然の結果。しかし、名誉毀損裁判敗訴などしに、いろいろ負担がかかっているね。